ーストラリア大陸が一年戦争最大の惨劇の場となることは、連邦軍はもちろん惨劇を引き起こした時に宇宙世紀0079、地球連邦政府に宣戦布告したジオン公国はブリティッシュ作戦を決行し、巨大都市スペースコロニーを地球上に落下させる。コロニー落下という恐るべき質量爆弾の目標は、連邦軍の本拠地がある南米ジャブローに向けられた。しかし連邦軍もこのブリティッシュ作戦阻止のために必死の抵抗を試みる。地球に向け高度を下げつつあったスペースコロニーは、大気圏突入後アラビア上空で崩壊。ジャブロー直撃を免れたものの、質量の大半を維持したままオーストラリア大陸の都市シドニーに落下。その瞬間、ブリティッシュ作戦の失敗は戦争を短期間で終結続けて、そしてジオン軍はそれから11ヶ月、連邦軍第一主力、3つの主力部隊を、そしてファングワンの今、このホワイト、
2023始めるとしますか。この戦いで決着をつける。甘い甘い。あーむよっと。こちらファンゴワン。
ないわね。We'll be right back.
ビルスーツのお手並み拝見といこうか。
できんたちでな、悪く思うな。早い、それに動きがいい。この一撃で仕留める。この距離ならいけるはずだ。直撃か。この荒野の陣雷が全力でお相手させてもらう。悪いな、もう逃げられんぞ。しまった。Thank you.
We'll be right back.